こんにちは。さあ、来ましたよ。出た、おじさん登場。おじさん登場。いや、ベストナインおじさんって言われてるの。そう。いや、ベストナインばっかり聞くから。でもさ、その人がゲストで来てくれて、まあ、監督が今回来てくれて、その人がこう描いてるベストナイン、誰かなんてやっぱり知りたくなるんだよね。いい準備は。まあ、野手に関してはね、本当にもちろん打った数字だけでこう評価すればとは思うけど、いや、そんな評価じゃなくて、ね、もう自分の評価でいいから。いや、ピッチャーからどうしても守り中心になっちゃうんだよね。いや、それはそれでいいと思う、うん、ピッチャーね。ピッチャーは別に、まあ、昔こうほら金田さんが4役勝したとか、もうすごいのも分からないからね。分からない。だから俺が現役でずっとやってきて、まあ、感じた中で、まあ投手だったら格体験とか、これはすごいな、まあ、対戦 してないけど、まあ、ちょっとしたこのチームは一か所バッティングとか経験あるけど、いろんな選手聞いてもすごいって言ってたよね。いや、すごいよ。これオールスターで行って当たった。当たった。そういう面では不幸でしょ、うん、いいピッチャーが、いいピッチャーが西武にも揃ってたし、うん、工藤田とか久信とか、うん、当たってないでしょ、うん、俺ら当たってるから幸せなんだよ。そうですね、対戦できてるわけですもんね、うん、どうでしたオールスター。いや、めちゃくちゃ早いよ。こんなんビンビン投げられたら打てるかよみたいな。ただオールスターって遠慮があるからね、インサイドに対して、はい、ある程度こう外寄りみたいなのがあった。まあ格体験、まあいいピッチャーだったね本当。だからガーッと来てくれるピッチャーだったらこっちもあるけど、軽く来てしなりで投げてくるって。あの頃でスライダーで142とか。そう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 。今で言うとあれかな、騎士みたいな感じの投げ方だ、ね、まあそうだね、しなりとその力感っていうところではね、格闘技対戦してないんだ。してないね。そうだね。いや、そうだよ。そこは、いや、江那さんが言ったことがあるの。堀内さんを称して、まあ、ちょっと呼び捨てにしてさせてもらうけど、堀内は不幸だって。だってあの ON に投げてないって。だ、それが一番の不幸だろうって彼の、うん、分かるような気がするでしょ、ね、だ言われたもん、辻がお前になって西武の他のチームになっててみってどんだけ苦労したかって。いや、そうだよね。西武とやるときにはもう最初に2点取られたらもう今日はあかんって思ってたっていうぐらい。いや、そりゃそうだよね、うん、やっぱり良かったっていうね、うん、さあ、キャッチャー、古田かな。古田やっぱり、うん、だから打つとかそういう阻止率とか、まあそういうのも当然あるだろうし、俺の中で一緒にプレーした中でノーサインでこっちの動きに反応できるっていう、一つのほら、バントシフトでもあるよね、ランナー一塁で、よしキャッチャーがピックオフで一塁に牽制を送るとか、そういう何もサインもなくて、あ、これなんかチャンスあんなとセカンドで思ってて、まあ一球見た時にこうシャッフル大きいからっていうところでバーッと入ったら投げてきたからね。それでアウトにしたんだよ。そこがやっぱりほら一番大事なとこじゃない。キャッチャーと野手のアイコンタクトっていうか、そこで動けるっていう、まあ、呼吸だよね。それとあともう一つ、俺が野村監督が阪神に行った時に、俺セカンドやっててランナー1、3塁ワンアウトから、もうこれゲッツじゃなくて全身だ、もうラインぐらいちょっと前にいて、これ野村さんだったらもう絶対投げてこないと、離れてるから走ってくるなと俺思って、そしたらもうピッチャーが振りかぶってバーンと走ってきたから、打ったらアウトよ、俺セカンドに打たれたら、もうダーンとセカンド走っていったの。で、古田投げたの、タッチアウトよ。そしたら野村さんがどないなってんだって感じよしてやったりよ。だからそこの俺の動きに対して、だから守備隊形とかも見てて、野村さんは絶対投げないとか、うん、絶対入れない位置にいたんだよね、絶対。そしたらサードランナーも絶対ダブルスリーかけた方がいい、うん、まあそうそうそう、ね、そこで古田が投げてきたっていうところがやるなって。まあ高度なレベルで一致したっていうところだよ ね、なるほど。はい、ファーストはね、清原もいたけど、やっぱ落合さんかな。やっぱり落合さんはすごかった。俺社会人とか知ってるからさ、まあ、三冠王3回だからね。誰もよりプロ野球に入る前から俺知ってて、日通で野球やってる時に俺1年目18歳19になる時、
落合さんのうちに補強に来たの、補強選手で東芝府中から。それで面識が初めてあって、すごくいろいろこう話しさせてもらったりして、それでプロに入ってランナーに行ったら挨拶したら、おお、続いてきたかみたいなところだったけど、でもその社会人の時も対戦したけど、もうバックスクリーンにライナーやると、ライナーに打たれたり、ホームラン打たれるし、相手にもホームラン打たれるし、すごいバッターだと。やっぱ、もちろんやっぱプロでもね、こんだけの成績は。やっぱアマチュアの時はすごかったんすよ。そんな大きくないのにね、やっぱりすごかったな。はい、じゃあ誰って言ったら、いや、俺じゃないよ。俺じゃない。はい、誰セカンドやろな。もう。自分じゃない。いやいやいや、俺なんか大したことないって。大したことあるじゃないってんの。いや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 。俺全然打ってないし、そんなに。まあ、たださ、やっぱり、評価的にはこう、本当に一流っていう選手は、どこのポジションも打ってね、守れて、走れて、これがやっぱり一流だと思うんだよね。いや、できたじゃん。いやいや、できたじゃなくて、だから、そこは中途半端でしょ。ということは自分って、まあ、パ・リーグの中でさ、大石大二郎っていうのもライバルでいたじゃん。そうだね、大ちゃんも、まあ、同じような同級生、同級生、ね、同じようなタイプだね。もう、あれも本当にライバル。あの当時はもう、大石大二郎、今、オリックスの監督、西村とか、あ、西村ね、日本ハムの白井とか、あ、セカンドは激戦だったよ、ね。大石大二郎、足は速い、パンチ力あって、守備は広く、ただちょっと、肩とかやっちゃったから ね、そこでちょっと守備はちょっと、ずっと。でもその中で、まあ守備をちょっと重視するんだよなって言ってたよ、自分で。うん、で、8度、ああ記録だよね。まあその中で、あの当時のあの中で取れたの、ゴールデングローブ取れたのは、まあこれだけは負けられないと思った。そうだよね。守備だけはね。で、首位打者も取ったよね。あれは。いや、あれはっていうよりは、まぐれでは取れないからね。いや、1ヶ月休んでたしょうね。いやいや、そりゃ関係ないよ。ということは、セカンドは誰？またそうやって。誰？まあ、ただ、篠塚さんとかも。まあ、いや、セリーグもいたよ、その時は。あの時はやっぱりね、俺の時代は篠塚さんだから、まあ、バッティングがすごかったね。まあ、守備も、まあ、そんなに足がある方じゃなかったんで、範囲は狭かったとか、そういうのがあったから、見てくれはこう、かっこよくちらーってやってたよね。あの時代ではやっぱりそう篠塚さんかってなっちゃうでしょ。いやいいんじゃないですかね。いや自分で選んだ人もいるからもちろん。だってまあちょっと飛ばそうで、もうそう飛ばしちゃう。サードやっぱり俺ら時代になるね。それはいい。どうしてもね、サードで上手かったのは松永とかね。松永ね。あれはやっぱり守備、足、左右で打てていい選手だったな。いい選手だったね、うん。まあ三拍子って考えたら、俺の時代だったら松永だと思う。松永ね、いや全然いいぞ。お前ショートね、やっぱりね、源田かな。一気に現代に。いや俺はもうあの守備を見たらプラスアルファが抜けてるかなって気がするので、ね。まあ例えばさ、歴代いいショートも見てきてるわけじゃない。一緒にコンビ組んでた石井さんとかさ、例えば深夜も組んだのかな、ちょっと。あ、そうやってみたらなすごいショートもすごいよね。まあ本当に。いやでも今の坂本もすごいなと思うし、石井さんも本当すごかった。宮本もすごかった。ああそうか。でもそこは損度があっていいわ。でも現代選んどいた方がチームはうまくいくなって。でもどうしても打つことはもちろんそうだけど、どうしても守備に目がいっちゃうよね。いや全然いい。もう二遊間でおらん時代なんかもう2割5分ちゃんも十分。まあそう言われてたもんね。守備だけよかったらもう1億円稼げるっていう時代だったからね。でもそういう意味では。もう本当に三拍子って考えたら松井一夫もいるしね。でも忖度しろ。やっぱりまだ打つところによってはさ、打つ
ということを考えるとまだまだ現代には本当に俺は不安なところがある。もっと頑張って頑張ってほしい、頑張ってほしいなと思うし、守備だけで選ぶんだったら現代だけど、もう間違いない、まあ、トータル的に選んだ歴代のショートっていうのは、そうなったら宮本になるのかな、まあ、シニアね、うん、ああいう選手に現代もなってくれと、打つ方もね含めてね、まああれもまあ一緒にやってすごくこうリーダー的な、まあ、厳しい人間だから、そうだね、なあの苦言も言うけども、でもああいう選手はやっぱ必要だと思う、必要だよね、やっぱり今の時代にやっぱり特に必要かなと思うね、うんうん、さあ外野手3人、外野手やっぱり柳田かな、まず下にね、これはちょっとねやっぱり嫌だもんね、嫌だもん、嫌だろ、なんかこれ打ちそうで、もう打席に入っただけで嫌だもんな、これは嫌だね、あとはやっぱり三拍子考えたら秋山かな、俺の時代だったら、なるほど、あれはやっぱり体強かった、すごかったね、走ることも、来年負けちゃうけどね、秋山ってソフトバンクの秋山、あ、そっちの方か、秋山こうこう、あ、こうなるほど、確かに確かにすごいよな、いやいや、初めやったいやいや、秋山っていうか、またここでも忖度かみたいな、もう抜けちゃうしなと思って、なんで、あれ抜けちゃうと思ってあれと思って、あ、秋山はすごかったよ、身体能力といい、まだまだ、あの細かいところでいろいろあったりはするけど、やっぱりあの、やっぱ正解だよね、外野に行ってね、あの、足で、あの足の守備範囲と、やっぱりあの、まあ足があって中距離ヒッタープラスホームランだからね、やっぱりすごかったかな、あとしたら外野手多すぎるよな、確かに外野手ちょっと例を挙げてみてちなみに俺は一人は福本さんいる、ああ、福本さんね、なんせ1000個出してんだよ、すごいですね膝から下は多分ね、1000個ぐらいいったら落ちてんじゃないかな、たまに、いや、そのぐらい酷使するから、すごいな、あの人のスチールっていうのは、もう、ほら、やった頃晩年だったけど、うん、あのスチールのあの柔らかさというか、力感のない、スッといった、なんか走ってきてんのっていうような感じだもんね、ね、いや、ほんとに、気づいたらスッと来てるんですよ、あのスタートも力感がないのに、スッとなんかこう、走ってくる。肩はそんななかったけど、やっぱ守備範囲と、また太いバットでホームランも打つしね、サマリも打つしな、福本さんもすごい、でもこんなこと全部言ったっていっぱい出てくるんじゃないの、いや、まあ必ず入ってくるのはイチローとか、ね、ああ、うん、あ、イチローね、忘れてたねやっぱあの当時のオリックスはもう俺ナンバーワンだと思ってたのがいいですよ、そう、イチローと田口と元西、あ、元西ね、だからもうそんなガンガン打つ方じゃないけど、うん、この3人が守った時抜けない、やっぱそんな感じがした、うん、この3人の足はすごかったね、守備を考えるとね、でもじゃあ最初に柳田、秋山、浩二、次やっぱ一郎かな、一郎だな、一郎だね、まあ決まっった風に見せかけてセカンドが余ってる、そうそこはもう絶対メイン、もう監督でいいんじゃないの、いや俺は歴代のセカンドは違うけど、守備だけの歴代のナンバーワンセカンドは俺監督だから、はっちゃんだから、ありがとうございます、いやだからもういいんじゃないの、自分って言ったらバーンって締めるから言っても自分で